こんにちは。お久しぶりです。今日は数学を勉強します。前半は視聴者さんから紹介いただいた基礎問題成功をやります。後半は諸先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。今日は必要条件、十分条件を勉強しました。後半は諸先生方の動画の授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。休憩時間のコーヒータイムです。コーヒーを入れます。いい匂いですね。こんな感じです。コーヒーのとてもいい匂いがします。コーヒーはたまに飲みたくなりますね。猫ちゃんカップお気に入りです。熱々のコーヒーできました。うん、すっきりしますね。かわいい猫ちゃんです。後ろはこんな感じです。休憩タイムのおやつはお好み焼きです。コンビニのお好み焼きです。お好み焼きたまに食べたくなりますね。こんな感じです。青のりと鰹節がかかってます。ソースですね。うん、ソースが効いて美味しいですね。うん、いい感じです。こんな感じです。たくさんの視聴者さんがビリーおじいちゃんを励ましてくれて本当にありがとうございます。コメント欄もとても勉強になります。今、ビリーおじいちゃんが頑張ってることは英単語帳の暗記です。1週間で英単語帳を暗記したいと思います。それで今頑張ってます。応援してくださってありがとうございます。イカが入ってます。50代のビリーおじいちゃんが約2000個近くの単語帳を全部暗記できるのでしょうか。とても不安でした。でも後で皆さんにお知らせがあります。英語を勉強します。大谷先生の英文法で勉強します。今日は動名詞、目的語として VING を使う動詞を勉強しました。ストップ、VING、V するのをやめる。フィニッシュ、VING、V し終える。ディナイ、VING、V しないという。エンジョイ、VING、V して楽しむ。マインド、VING、V するのを気にする。スケープ、VING、V するのを逃れる。ギブアップ、VING、V するのをやめる。アドミット、VING、V するしたのを認める。ミス、VING、V し損なう。アボイド、VING、V するのを避ける。ポストポーン、VING、V するのを延期する。ゴール、プットオフ、VING、プラクティス、VING、V する稽古をする。今日は動名詞、目的語として VING を使う動詞を勉強しました。後半は諸先生方の動画の授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。1週間でシステム英単語、英単語帳を全部暗記したいと思います。視聴者さんから紹介していただきました。単語の意味が1対1対応になってまして、小さなフレーズで暗記しやすいです。町の本屋さん行ってきました。システム英単語に対応している CD があります。5枚組です。税込み2420円でした。これを聞いて、最初システム英単語、単語の意味と発音と覚えてきます。1週間で全部暗記したいです。これを聞いて、システム英単語帳を、これに対応している CD を聞きます。こんな感じの CD が入ってます。5枚入ってます。CD1 からパソコンにセットして聞きます。聞きながら勉強します。Expect you to arrive soon. 君はすぐそこを呼びつけ。Expect you to arrive soon. Continue to grow fast. Continue to grow fast. Continue to grow fast.システム英単語の CD を聞きながら20周しました。21周目に赤いプラスチックで伏せていて、わからない単語を印つけていきます。
こんな感じです。鉛筆で印つけました。51周目です。鉛筆でわからない単語を印つけました。鉛筆で印つけたところ、赤いブラシ、もので伏せていて、分かってたら消していきます。60周目です。わからない単語に印をつけました。ここにビリおじいちゃん特製の単語カードを作りました。システム英単語の中で、この印をつけたらわからない単語が48個ありました。単語カードに48個意味と書き写しました。システム英単語でわからない単語がこれだけになりました。前の方に印をつけたらわからない単語。で、めくると意味が書いてますね。こういう感じです。これを隙間時間ペラペラめくってゼロにします。そうするとシスタン単語帳全部暗記できます。分かったら外していけますので、こう。分かったら外していきます。なので、どんどんなくなっていきます。最後ゼロになります。Grasp what he is saying. 彼が言ってることを理解する。Embrace a new idea. 新しい考えを受け入れる。最後4枚になりました。デモグラフィックチェンジ。人口統計の変化。ナイーブヤングピープル。世間知らずの若者。グルーミープロスペクツ。暗い見通し。ロジカリーコヘレントシステム。論理的に一貫したシステム。ゼロになりました。システム英単語。1週間で暗記しました。50代のビリおじいちゃんもやればできると思いました。イエーイ。そして余力でビリーおじいちゃん頑張ったんですけど、前回英単語ターゲット1900、4日間で1200個まで単語暗記しました。残り3日間で700個残ってました。残ってた700個の英単語を2日間で暗記しました。3日間かかりませんでした。なぜかというと、システム英単語を2000語全部暗記した後、余力で暗記したので、分かってる単語がどんどん出てきてまして、すんなり700個暗記できました。なので英単語ターゲット1900とシステム英単語の2冊を2週間で暗記しました。これがお知らせです。50代のおじいちゃんでも英単語帳暗記できました。イエーイ。ナイス。勉強の後は楽しみなランチタイムです。エビピラフですね。美味しそうです。ニシンですね。大根醤油かかってます。美味しそうです。冷ややっこ、かつお節、醤油かかってます。野菜ですね。トマト、パプリカ、ピーマン、パプリカ、ブロッコリー、パインですね。パイン大好きです。マヨネーズがかかってます。いただきます。野菜から食べますね。トマト、パプリカですね。うん、パプリカはジューシーで美味しいです。ピーマン、赤いパプリカ、ブロッコリーですね。茹でてあります。パイン、かつお節かかってます。たまに食べたくなりますね。冷ややっこ。感じです。うん、美味しい。かつお節が効いて美味しいですね。牛乳です。すっきりしますね。ニシンいきますね。大根おろし。ビリオジさんは魚大好きです。大根おろしかけてみました。醤油。こんな感じですね。うん、美味しい。肉も好きですよ。大根おろし。つけると美味しい。100% グレープフルーツジュースです。エビピラフですね。うん、エビピラフ。たまに食べたくなりますね。エビが入ってます。ビリーおじいちゃん、いつも応援してくださってありがとうございます。うん、まあエビピラフ、コーンも入ってますね。椎茸、ネギ。うん、まあ。パプリカ、ピーマン、パイン。ニシン美味しいですね。大根と醤油ととても合います。うん、うまっ。
今回ビリーおじいちゃんすごくとても嬉しかったのはシステム英単語の暗記、視聴者さんからまず英語の勉強は単語帳を覚えなさい、暗記しなさいと入れまして、ターゲット1900とシステム英単語を紹介してもらったんですよ。その2冊ですね、実は2週間で2冊とも暗記しちゃったんですよ。50代のビリーおじいちゃんが単語帳2冊暗記できたんですごく嬉しいんですよ。ただ何回も何回もわからない単語は単語カードに書き写して、その単語カードをいつも隙間時間に見て、単語カード50枚ぐらいが最後ゼロになるまで何回も繰り返して暗記しましたね。ターゲットは35週ぐらいですね。システム英単語帳は65週ぐらいしましたね。ターゲット先に1900個の単語のうち4日間で1200個暗記したんですよ。で、残り700個を3日間で暗記しようと思ったんですよ。その次に視聴者さんから助言がありまして、単語帳は大学受験の世界では1冊に絞って1冊を暗記しなさいって言われまして、暗記することが大事って言われまして、そうなんだと思いまして、システム英単語がちょっとした小さなフレーズがバラバラと書いてて、小さなフレーズに1対1対応で英単語が対応してるので覚えやすいかなと思って、町の書店行って CD も買いに行きまして、 CD を聞きながら最初フレーズを覚えてきました。わからない単語に印つけていて、最終的に60週あたりぐらいからわからない単語全部拾って、それが55個ぐらいですね。それを単語カードに書いて、で最後その単語カードをわからなくなるのがなくなるまで、ゼロになるまで繰り返し見てきました。そしたらなんとシステム英単語に関しては1週間で全部暗記できました。その余力でターゲット1900の残りの1200まで暗記してたので、残りの700を暗記しました。2日で暗記できたんですね。3日もかかりませんでしたね。700個は先にシステム英単語を全部暗記してからやったので楽だったと思います。そうするとなんとターゲットも残り700個暗記できまして、で結局2週間でシステム英単語とターゲット1900、2冊とも全部英単語暗記できました。嬉しくて、本当50代のビリおじいちゃんも単語帳を覚えられたんだなと思って今感動してます。とても嬉しいです。ありがとうございます。やればできるんだなと思って本当感謝してます。視聴者さんのいろんなアドバイス助言に感謝してます。最初ターゲット1900システム英単語見て、いやこんなに覚えられないなと思ってましたけど、コツコツ何十週もやって、視聴者さんが前言ってたんですけど、コメントで何回も繰り返し覚えることだ、そうすると覚えることができる、何回も繰り返せば暗記することができるとコメントで言ってましたね。歯食いしばって覚えました。システム英単語ターゲット2冊とも暗記できました。イエーイ、嬉しいです。とても嬉しい。50代になっても単語帳一冊暗記することができるんだなと思ってびっくりしました。これも視聴者さんのおかげです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。